どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク、メンテナンスが明けましてプレミアムガシャ、新しいのが来てますね。 RE から登場しました青霧狩りのオロチ、西尾錦ということで、テレビアニメの方では1話で登場した、オロチこと錦パイセンですね。スキル胸クソついでに遊ぼうぜ、かなりかっこいいセリフの、スキルなんですが、キャラ詳細の方見ていきましょう。まあスキルの方はですね、レベル5、熟練のマックスで3ターンの間、敵単体を超高確率で流血状態、で敵単体に攻撃力 1.6 倍の7連ダメージを与える味方全員の流血状態を直すということで、流血さしてくる敵いたかな、今まで。フクロウとか流血さしてきてましたっけ、なんかそんな感じだったような気がするんですけど、あんま覚えてないですね。最大 AP が9で、防御、武器ですね、武器の防御が8あると。でこいつのあれですね、熟練度マックスにした時の、固有スキルっていうかあれですね、流血状態のキャラクターのダメージが 1.5 倍になる。これね、なんかどっかで見たぞ。これ誰だっけ、これ持ってんの忘れちゃった。10日だっけ、いや10日じゃないな、いや10日だっけな、10日は状態異常だったのかな、わかんないんですけど、今回10連だけ引いていこうかと思います。前回は RE からせっかく登場したひねみちゃんをですね、当てるために10連引いたのにもかかわらずかすりもしなかったので、今回はしっかりと、絡め取っていきたいと思います。西尾パイセン、さあ頼むぜ。いや、持っときたいよね。 RE のキャラクターはぜひとも持っておきたい。グルカルでは、あまりっていうか、ね、ほとんど登場することなかった RE のキャラクターを、今回はですねたくさん使っていきたいんですよ、僕はね。よし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 。さあ SSR はまず入っている。次に捜査官かグールか。うん、なるほどなるほど。なるほど。しかも放置、しかも初入手というわけでですね、かなりですねかっこいい西尾パイセンなんですけども、まあ、今回もですね、まあ、SSR は引けたんですが、なぜか放置さんが出てきてしまったということで、まあいいでしょう、売ります。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。